ワシントン・セバスティアン・アブレウガー・ジョは、ウルグアイ・ミナス出身の元サッカー選手。元ウルグアイ代表。現役時代のポジションはフォワード。所属クラブ数のギネス世界記録を保持する、ジャーニーマンとして知られている。母国ウルグアイのディフェンス・オールでプロ選手となり、アメリカ大陸の5カ国と、スペイン、イスラエル、ギリシャでプレー経験を持つ。1998年1月。 アルゼンチンの CA3、ロレンソであるマグロから、スペインのデポルティーボ・ラ・コルーニャに移籍すると、直後の1月25日の FC、バルセロナ戦で得点した。しかしデポルティーボに在籍時はタクラブへのレンタル移籍を、繰り返した。その後は、メキシコやアルゼンチンでプレーしていたが、2008年夏、長い交渉の末に、イスラエルのベータル・エルサレム FC に移籍。 2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選に参戦したが早々に敗退し国内リーグ戦には出場できなかった。2008年9月にはベータルとの契約を破棄してアルゼンチンの CA リーベルプレートと2009年1月までの契約を結び直した。しかし契約の関係で国内リーグ戦には出場できず南米カップ戦のみの出場となった。 2009年1月、スペインセグンダ・ディビシオンのレアル・ソシエダに移籍し、10年ぶりにスペインへ戻った。2009年6月13日には、ギリシャのアリス・テッサロニキに移籍した。2010年1月に、ブラジルのボタフォゴに移籍した。2016年1月8日、リーガ・パラグアージャのクルブ・ソルデアメリカと1年契約を結んだ。同年末には、バングル AC と契約。 これが通算28度目の遺跡となり、ルッツファンネンシティールの持つ記録を上回って、ギネス記録に認定された。2017年4月3日、セグンダ・ディビジオン・プロフェッショナルのセントラル・エスパニョール FC に加入し母国へ復帰した。2017から18シーズンにより、プリメーラ・ビー・レ・チレのデポルテス・プエルト・モントへ移籍することが発表された。年月、 チリ一部のアウザックスイタリアーノへ移籍し、歴代所属クラブ数の記録を26に伸ばした。これにより、ルッツファンネンシティールの記録を抜いて、ギネス世界記録を更新した。2021年2月3日、カンピオナート・ミネイロのアスレティッククラブに短期契約で移籍し、その後、母国のスドアメリカに移籍して、歴代所属クラブ数の記録を31に伸ばした。 同年6月11日のリベルプール FC 戦をもって現役を引退。1996年7月17日、チリ戦でウルグアイ代表としてデビューした。2002年の W 杯日韓大会や、1997年と2007年のコパアメリカに出場している。W 杯南アフリカ大会南米予選では、先発出場が1試合のみで、 途中出場時も含めて得点はなかったが、コスタリカとの大陸間プレイオフでは、ホームでの第2戦で65分に、ルイス・スアレスとの交代でピッチに立ち、その5分後にヘディングで貴重な先制点を奪って、本大会出場に貢献した。この得点で、ウルグアイ代表通算28得点となり、歴代2位体の記録となった。ルイス・スアレスやエディンソン・カバーニの控えとして、 本大会に臨み、グループリーグ初戦のフランス戦、準々決勝のガーナ戦、準決勝のオランダ戦、3位決定戦のドイツ戦の4試合に、途中出場した。PK 戦までもつれた、ガーナ戦では5番手のキッカーとして登場し、プレッシャーのかかる場面で、チップキックを決めて、勝ち抜けを決めた。2019年12月、ウルグアイプリメイラディビシオン2020シーズンに先立ち、 ボストン・ディーベルの選手兼任監督に任命された。ありがとうございます。